これね、とまあ、骨、トゲというか、まあ、こう飛び出して見えますよね。で、こういうようなものを骨棘というんですけども、これ実は。はい、こんにちは。柏山総合病院の整形外科の藤井です。今日お話しするのは、実は骨棘と言われているものなんですね。骨棘っていうのは骨のトゲのことです。レントゲンなんか見ますとですね、こんな感じでして、これね、とまあ、骨、トゲというか、まあ、こう飛び出して見えますよね。で、こういうようなものを、骨棘というんですけども、これ実はですね、角みたいにこう尖っているものではないんです。まあ、ちょっとここにですね、お膝の模型を持ってきました。お膝の、例えばこういうところに骨棘ができるんですけれども、実はここからここまでダーッとできるんですね。こういうような形で、ですからレントゲンで見るとこうちょっと飛び出して見えるんですけども、横から見るとつらーっとあるんです。だから実は僕の髪型、これは坊主頭ではなくって、ベリーショートのソフトモヒカンと言います。本当です、事実。今撮影するときに後ろで笑ってる人いますけれども、そうなんですよ。で、モヒカンってご存知ですよね。モヒカンっていうのはここからここまでずっとあります。ウルトラマンみたいにずっと毛がありますよね。ですから前から見るととんがって見えますよね。でも横から見るとずっとこうある、そんな感じになっているのが骨棘なんです。だから骨棘というよりも骨モヒカンみたいな感じなんです。で、これは何かと言いますと、実は膝なんかでもよくこう出っ張ってきましたなんて言われて、あ、これ骨棘ですねって、骨棘なんですかって言われるので非常に難しいんですけど、骨棘って何かと言いますと、骨がとんがってるんです、そのまま。実は骨がとんがってる理由なんですけども、これ実は悪いものではないんです。関節自身が悪くなっちゃって、そこだけで支えきれなくなるから伸びてくる。追加のバスに乗った時の補助席みたいな感じで伸びてきてるんですけども、伸びてくるんですけども、それ自身が周りに当たって痛くなったりする。背骨にできたやつなんかは周りにできてもそんなに悪くならないんですけども、唯一後ろの神経の通り道に飛び出しますと神経の障害が起こってきます。あるいは足の裏、かかとの骨にできちゃったりすると、結構そこ痛かったりして、測定腱膜炎ですね、腱膜炎とかなります。だからそういうのは重症状にもつながりますけれども、実はそれはもともとそこの関節だけでは支えきれなくなったから、なんとか伸ばしましょうと思って補助席を開いたら、補助席が相手に当たって痛かったっていう感じのものです。ですから手術の時にはこれ全部取りますので、骨棘と言われているものは全部取ります。ですからきれいになります。で、手術終わった後生えてくるかということですけども、まあ、基本的には生えてこないんですけれども、ちょっとちっちゃなものができたりすることもありますが、それ自身が悪さをすることは二度とありませんので、可愛がっててください。今日はこれまで、ね。